それではただいまから定例の知事記者会見を始めさせていただきます。最初に知事の方から話題提供させていただきます。知事よろしくお願いいたします。はい、おはようございます。お久しぶりでございます。今日は4月の26日でございます。内山線列車脱線事故から10年、被害に遭われた方々その事故以降、私も当時国会議員として関わっておりましたし、元JR職員、電車の運転手ということもありましたので、さまざまな事故防止構成、被害者支援構成の制度に取り組ませていただきます。今は立場は異なりますが、まもなく5月には信楽高原鉄道の事故から、事故の慰霊の日もございますので、改めてそういった事故防止には、しっかりと務めを果たしてもらいたいと考えているところでございます。また先週ですね、4月16日から4月の23日に向けまして、オーストラリア、ブリスベン、シドニー、並びにニュージーランド、オークランドを訪問してまいりました。関西広域連合の視察、また航空便の開設などですね、セールスプロモーション活動と同時にニュージーランド・オークランドで開催されましたワールドマスターズゲームの視察を行っていたところでございます。このワールドマスターズゲームズにつきましては、発表によりますと2万5000人の方々が、うちニュージーランド国内から1万人集われ、28種目で集われるということでございまして、街歩いておりましてもアスリートの姿が、ユニフォーム姿で各国の衣装とともに見受けられ、昼間は熱心にプレーされると同時に、夜は街に繰り出されて、いろいろとこう楽しまれる様子を現地で目の当たりにいたしました。しっかりと4年後の関西での開催につなげてまいりたいと考えているところでございます。本日はですね、私の方から4件、資料提供、課題提供をさせていただきます。1点目は、琵琶市についてございます。琵琶市推進に向けて4月から琵琶市推進室を観光交流局内に設置をいたしまして、皆さん、推進室推進室の方がすいません、何事が起こったのかと思われるかもしれませんけれども、時は後半で取り組みを加速しようしているところでございます。今晩その琵琶市の必需品ともいえる人琵琶湖サイクリングマップの改訂版が完成いたしましたので、手元に配布させていただいております。この琵琶市をですね、安全快適に体験走行していただけるように、推奨ルートですとかサイクルサポートステーションの、場所ですとか観光情報等を満載しております。とても、皆さんも楽しまれたことあるかもしれません。私も実際にやったんですが、とても奥深いものでございますので、沿岸から離れたコースなどもご紹介をしています。これは琵琶市プラスとして掲載をしていただけるということですので、初めて琵琶市を体験される方に向けて自転車の基礎知識も満載ということでございます。今週から県内各地のサイクルサポートステーションのほか、琵琶湖ビジターズビューローや県琵琶市推進室、県道路課などで配布を開始いたしました。日本語版のほか、外国人観光のお客様が見えるですね、英語版、中国語、これは反対字版も作成をしております。特に台湾からすでに多くの方々が琵琶市でご来店いただいておりますので、その他の国々に対しましても有権のコンテンツとして琵琶市を多いに今回のオーストラリア、ニュージーランドと大変関心の強い関心を見ていただいたという点でございます。一方ですね、先般の土砂崩れがございましたので、琵琶市推奨ルートの一部が通行止めになっております。これはもう先週すでに資料を提供させていただいております。琵琶市を体験していただくにはですね、奥琵琶トンネルを経由していただくか、土日であればショートカットクルーズをご利用いただくことになります。その資料をお手元に配布をさせていただいております。
面もございますので、速度を落として十分にご注意いただきたいということをお呼びかけしております。また迂回路からはメタセコイア並木も近くにございますので、まあですね、お立ち寄りいただくこともお勧めかと存じます。また事前予約が必要ですけれども、クルーズ船をご利用いただく美和市ならではの体験もできますので、特に初心者の方にはこちらもお勧めでございますので、合わせて情報をお伝えさせていただきます。まず1件目は以上でございます。続きまして、県税事務所と生活困窮者自立相談支援機関との連携した取り組みを始めることにお知らせをします。生活困窮者自立支援法が平成27年4月から施行されております。この法律により設置されております自立相談支援機関と県税事務所が、生活困窮の状態にある方々の情報を必要に応じて共有いたしまして、困窮状態を解消すると同時に県税も継続して納税していただけるように相互に連携した取り組みを5月1日から始めることといたしました。具体的には県税窓口で、これは主に自動車税、個人事業税、不動産取得税等の納税窓口でございますが、この窓口で納税が困難な方が来られた場合、生活状況等を丁寧にお聞き取りした上でですね、取った上で支援が必要と思われる場合には同意書を取得した上で自立相談支援機関に情報提供をさせていただきます。4というところに、企業の4というところに取り組みのイメージがありますように、情報提供後は自立相談支援機関には相談を実施していただいて、その結果必要な場合は法に基づく事業やその他の支援を行うことを。県税事務所も必要に応じて、地方税法に基づき納税の猶予等を行うことになります。都道府県レベルではこのような取り組み事例はないと認識しておりますが、まずはスタートを切らせていただいて、実際に運用しながら生活困窮にある方の視点に立って改善すべき点は改善を行っていきたいと考えているところでございます。行政の窓口に生活困窮を訴えられた方を積極的に支援すれば協力して取り組みを進めてまいりたいと思います。続いて、3点目でございますが、ただいまから滋賀県の首都圏情報発信拠点の名称を発表させていただきます。名称は滋賀という名称にはですね、次のような意味を込めてあります。ここに滋賀がある。滋賀があるし、ここから滋賀を走るという意味ですね。また2点目は、ここに来れば滋賀に行きたくなるという意味。英語表記のここ、この下に書いてあります。ここ、COCO。これにはコミュニティですとか、コワーキングですとか、コミュニケーションというのがあるんでしょうか。人と人とが手を結び共に生きていくという意味があります。4つ目に滋賀といえば琵琶湖でございます。一筆書きでこの
シュッとしたリアルが書いてありますけれども、広告の意味を込めさせていただきました。まあ、日本橋といえば、ここ、滋賀、ここ滋賀と言われるように頑張っていきたいと思います。本日は東京本部の職員も同席をしておりますので、後ほど詳細については取材をいただきたい。また関連する情報提供等もあるようですので、またご取材等よろしくお願いいたします。続きましてですね、今月の一押しということで、日本最高級、最も古いクラスの現役木造駅舎でございます、日野駅の再生プロジェクトをご紹介させていただきます。近江鉄道日野駅、これは大正5年に建てられて、今年で築100年を迎えました。現役の木造駅で100年を超える数少ない駅の一つになります。その味わい深いレトロな駅、ドラマのロケやテレビ放映でも多く使われておりますし、私も大好きですし、住民と鉄道ファンからこよなく愛されている、そういう駅舎でもございます。その駅を100年先の未来につなげていくために、住民の皆さんと日野町が一緒になって近江鉄道に協力を呼びかけながら、日野駅再生プロジェクトを立ち上げました。本日はその再生のアプローチをご紹介させていただきます。今から124年前の明治25年、元彦根藩士の明治政府官僚西村捨蔵氏、どうぞ、西村捨蔵氏、と財力豊かな4人の近江日野商人、当時日野町にありました船屋で近江鉄道創設の協議をしたのが近江鉄道の始まりでございます。明治29年に近江鉄道株式会社が誕生し、その4年後に日野駅が完成、大正5年に現在の駅舎に建て替えられ、昨年100年を迎えたということでございます。その当時、駅舎改築には日野地域住民や日野商人から総工費の 57% に相当する金額が近江鉄道にご寄付されたということでございまして、用地の提供も行われたということでございます。100年もの間、木造駅舎は優しい木のぬくもりで多くの人を迎え入れ、また都会町へと送り出し、風雪に耐え今もホッとできる何とも言えない空間を漂わせているというものでございます。しかし老朽化によりまして、一部雨漏れがしているということでございましたり、柱の破損も見られ、駅舎の今後について話し合うため、日野駅利用促進活性化懇話会が組織されました。検討が重ねられた結果、100年の歴史と風格を次の時代に再生させてつなげるという結論が出され、100年前に住民が立ち上がったように日野駅再生プロジェクトが本格的に動き出したということでございます。このプロジェクトに共感をしていただいた全国の鉄道ファンや町にご縁のある人たち、そして次代を担う地元日野高校生も加わりまして、ふるさとの歴史的建造物を後世、次の世代に引き継いでいくために応援寄付活動が広がっているということでございます。今日は、日野町から2名の職員さん、日野町企画振興課参事の柴田和秀さんと主任主事の岡本由香さんにお越しいただきましたので、少し補足説明や PR をいただければと思います。どうぞ。皆さん、おはようございます。今日はこのような貴重な機会を与えていただきまして、どうもありがとうございます。私たちこうした先人が築いていただきました日野駅をさらに次の世代につなげていくために、日野駅再生プロジェクトという形で本日 PR にさせていただきました岡本と柴田です。よろしくお願いします。現在駅舎の再生工事の様子でございますが、本格的な工事が1月からスタートしまして、現在駅舎のは手元の資料にもありますように、そのままジャックジャックをして約1メートルほど生かしながら、その下で
まあ、耐震に耐えるということで、時間改良と基礎工事を、まあ、現在終了をさせていただいております。まあ、続いて、今後ですね、屋根工事とか内装外装の工事をして、9月末には完成して竣工したいというふうに、思っております。まあ、その駅本体はそこで完成をするわけですが、日野駅全体としまして、やはり、まあ、レトロな雰囲気は駅全体でございますので、それを一体的に整備をするために、再生プロジェクトは平成31年の3月までの予定で3年間の計画で進めてまいります。具体的な再生プロジェクトは大きく3つの整備を計画をしております。まず1点目は、交流拠点施設の整備として観光情報発信スペースとカフェの開設でございます。2点目は日野駅の象徴ともいいます、こちらにあります、上りホーム待合所の改修です。これも50年が経過をしておりまして、まあ、老朽化による改修も必要になってまいります。3点目は駅に残る貴重な鉄道資産の保存と展示です。全国的にも珍しい、タグローダーと呼ばれますこの車両の移動機ですね、ガソリンで動く、まあ、機械なんですけれども、これが日野駅に残っておりまして、しかし、まあ、保存状態が必ずしも良いわけではございません。その、雨ざらしの状態で現在ありますので、それを一旦まあ、塗装とまた現場をしまして、整備した形で日野駅の構内の、中で、まあ、小さな鉄道ミュージアムという形で展示しながら、いろんな方々に見ていただきたいというふうに思っております。まあ、このような形で駅全体を魅力的に再編をして鉄道の観光交流ゾーンとして日野に来ていただいた若い人、また移住定住を考えている人に住んでみたいと思える街づくりを目指して取り組みを進めてまいります。このプロジェクトを進めるためには費用が必要でございます。多くの皆さんのご支援とご協力をよろしくお願いをしたいということでしております。これにはふるさと納税の制度を活用しまして応援寄付を求めております。その記念としまして、ささやかでございますが、今毎日としておりますが、今日の資料の中の一押しにも紹介しています近江鉄道創設当時のレールで作りました、120年前のレールで作りましたオリジナルの製造番号の記した文鎮と、地元の商店街が作られた駅舎せんべいをセットにして、お送りを記念に、お送りをさせていただいております。まだ2年目を迎えていますので、今年は、文鎮に代わるものをまた記念として何か今検討しておりますが、希望いただいた方にお渡しをしたいというふうに思います。どうぞ、広く駅の再生プロジェクトを情報発信をしていただきますようによろしくお願いします。どうもありがとうございます。ということでございまして、元鉄道員の私にはもうたまらないこの返礼品でありますけれども、非常に意欲的に高校生を含め町の方々が PR されておられますので、滋賀が誇る鉄道の資源資産としてこれからも多い PR で活用してもらいたいと思いますので、皆様日野祭りも行われますのでご協力ご支援いただきよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。長くなりましたが、私からありがとうございます。それではただいまから質問を11時10分まで受けさせていただきます。まず最初に幹事さんからお願いをいたします。幹事社中日新聞です。よろしくお願いします。発表事項 の国交市側についてですが、SNS の意向調査等を経てブランド推進本部決定されたんだと思うんですが、その意向調査が、どう反映されたかということを伺いたい
ことと、あと知事としてココシガという名前の訴求力をどう感じていらっしゃるかをちょっとお聞かせください。はい、まずは名称決定までのプロセスでございますが、昨年12月の22日から1月13日まで名称募集を行いました。この募集で201件の応募をいただいたところです。その後今年明けて、平成29年今年の1月24日から2月2日にかけまして、インスタグラムを使った意向調査を行いました。ここで160件のご投票をいただいたところでございます。2月3日、これは町内でございますが、首都圏拠点推進チーム委員会議、こちらを開催いたしまして、このインスタグラムでの意向調査等も踏まえて、候補案を7点選定したところでございます。2月10日、ブランド推進本部幹事会議で、候補案この7点から3点に絞って選定をいたしました。2月14日ブランド推進本部委員会議におきまして、ここ滋賀という名称に決定をいたしまして、この名称に基づきますロゴ案をですね、先ほどもお示ししましたのロゴ案を2月の中旬から3月の末作成し、商標登録他にないかとかということの調査を行った後、申請をいたしまして、今日の発表に至ったというところでございます。なお訴求力につきましては、先ほども申し上げましたが、ココクールなど、これまでココクと広告にある広告初のクールなものという、発信をしてきたこともございます。ここに来れば滋賀がある、ここから滋賀の魅力を発信するという、その場所、拠点というものにもふさわしい名前だとも思いますので、ぜひこの名前、名称、ロゴを活用して、より多くの方々に滋賀を知っていただく、滋賀に訪れていただくきっかけを作っていきたいなと思いますので、むしろその訴求力、ベースとなるものはございますが、それをより高めていくような取り組みを今後も展開していきたいと思います。少し細かいんですが、はい、確か最多投票が6票だったと思うんですけど、6票の中から選ばれたことではなかったんでしょうね。そうでも総合的にある、特に上位得票、それだけで選んだわけではございません。そうすると他の案よりもこれっていう何かその選ぶ理由があれば、ロゴ案、ロゴにしろ名称にしろたくさん案もアイデアも出てきますけれども、まさにこの写真にもありますように、一棟建てで今回お借りできる近江商人滋賀県にもお借りになるという日本橋で、解説をさせていただく点としてここっていうのは非常に使いましたよね。ここっていうのはここっていうのは惹かれました。すいません、見えなくて。その他に惹かれました。惹かれましたし、ここから頑張ろうと。そういう思いですね。ありがとうございました。もう一回発表事項ではないんですが、はい、知事ご出張、海外出張中のことではありますが、はい、滋賀県主催のセミナーにおいて、町創生大臣の講演がありました。それで、学芸員は、がんで移送するべきだという、趣旨の話をされたということで、ちょっとそれなりに反響があったんですが、知事、この発言伝え聞かれたと思うんですが、ご感想を受け止めと伺えればと思います。私は海外でこの情報に接しました。私は滋賀という場所は学芸員の方が調査をし、ある意味ではまとめ発信をしていただく、説明をしていただく、紹介をしていただく、そういう素材に恵まれている地域だと思いますので、これまでもそうです、これからより、美術館もそうですし、宮川博物館もそうですし、
でもそうですけど、発信していきたいと考えていますので、大臣のお考えと僕の考えとは違うのかなと思い、聞かせていただきました。ただ文脈を読むと、日本の人ももっともっと発信していこうじゃないかといった趣旨で発言をされ、ただそれがきちんと伝わっていなかった、適切な意見もあったということで、すでに展開されておられますので、滋賀は滋賀の持っている魅力と素材をしっかりと